はいどうもこんにちは、山本流星と申します。俳優の渡辺徹さんを占ってみたいなと思います。内容は、性格の特徴と、あとは、2022年11月28日に、渡辺徹さんは、まあ、亡くなられてるんですけども、まあ、そのことについて、まあ、占いの観点だとどうなのかっていうのを、まあ、やっていきたいなと思います。ちなみに奥様 の、 榊原郁恵さんとの相性はですね、もうバッチリです。100点完璧ですね。はい、素晴らしいです。でですね、まあ占うにあたりましてですね、私が開発しましたオリジナルの占いのシステム、鑑定プログラムと呼んでるんですけども、それを使って、占っていきたいなと思います。今この画面に表示されているものです。これをね、最初に言っておかないと、この画面は一体何なんだとなりますので、まあ毎回オープニングで言っています。ちなみに今ね、この動画をご覧になられているあなたも、同じように占うことができます。この動画の概要欄にリンクがありますので、こちらクリックしていただけましたら、例えば自分には何が向いているのかわからないとかですね、あ、結婚失敗したくないなとか、就職失敗したくないなとか、そういった方におすすめですね。自分の適職とか、人生の流れがどんな感じとか、どんな才能があるかとか、結婚とか引っ越し転職するとね、まずい時期とかね、そういうのが分かったりしますので、まあもし興味がありましたら、使って、占ってみてください。では行きましょう。でこれが渡辺徹さんを占った結果なんですけども、皆さんが使う鑑定プログラム上にこちら表示されません。あくまでも今撮影用に表示させてるだけなんですが、ちょっとまとめたものがあるのでそれを表示させます。まあ、特殊技能系かなと。でサブカルの人だなというのが、まあ、見てて思いました。研究者気質で、まあ、要はオタクっぽいというか、まあ、知的好奇心旺盛で多趣味、学問や芸能面で才能を発揮する。あと、まあ、お金に恵まれるっていうのが出てますね。非常に真面目で努力を積み重ねる。ちょっと中身見ていくと、やっぱりこう、うん、お金関係いいなっていうのと、やっぱ真面目、コツコツ控えめな努力家、うん、行動力もあるし、仕事はバリバリこなすと、うん、かな。そう、やっぱ研究職とかね、教員とか知識や技術を要する仕事に就く人が多いですね。病気の暗示、うん、優しい性格、サービス精神旺盛、うん、スター性ありますね。異性を引きつける魅力のある人が華やか、異性にモテるタイプですね。うん、ですかね。うん、あとそうですね、人生の流れはこんな感じですね。はい、まあ、若いうち強い人ってスターになる人が多いですね。ラッキーカラーは、まあ、青系で、これがまあ1年ごと占ったものなんですけども、亡くなられたのが2022年でしたよね。2022年ちょっと見てみましょうか。これは炎マークついてるんですね。はい、じゃあちょっとまとめたのあるのでそれを表示させます。まあ、フラグは、まあ、今説明した通りやっぱ出てますね。2022年というのは大きな災いが起きやすい。このタイミングで亡くなる方は、まあ非常によく見ます。はい、で2022年というのはですね、もうここで一旦区切りとなる、まあ、時期でしたね。まあさっきもちょっと言いましたけども、やっぱこの炎マークでここで亡くなられる方多いんですよね。はい、大きな方が起きやすい。そしてこのここから先の10年って書いてますけども、要はここが、なんていうか、ステージの、次のステージに入りますよっていう、このラインなんですよ。で、それが、まあ、この区切りとなるタイミングだったんですよね。これがね、2022年っていうのが、ちょっと終わったという、はい、時期で、次のステージに入る前に、こう、まあ、亡くなられちゃったのかなというのが、まあ、あくまでもこれ、占いでしかないんですけど、まあ、そういうふうには出てましたよっていう感じでした。はい。ということで、渡辺徹さんを占ってみるでした。このような感じで皆さんも自分の人生の流れとかですね、危険な時期とかそういったのが分かったりしますので、この動画の概要欄から鑑定プログラムよかったら使ってご自身もね、占ってみてください。今後もいろんな人を占っていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録またはいいねよろしくお願いします。以上、俳優の渡辺徹さんを占ってみるでした。ありがとうございました。